はい、山口まるチャンネルです。今日はですね、こちらフィールドサハラさんってブランドの寝袋を、なんとこれね4950円のところを2000円でセールして、なおかつピロー付きってことで、ちょっと試しに購入してみました。マイナス15度まで対応ってことなんですけど、それでまあちょっとね、こちらの方を購入したら、なんとじゃん、こちらを提供していただきました。こちらね、マイナス10度なんですけど、人工ダウンらしくて、比べてみるとね、こっちのね2000円の分よりね、ワンランク上だけあってちっちゃくて軽いんですよね。でこっちの2000円の方は都市迷彩のなんていうんですかね、ベージュみたいな色になってます。早速開けてみましょう。まずね、よいしょ、そんなにね、あのぎゅうぎゅうには詰め込んでないですね。これ半分に折って丸めてありました。半分半分って感じですね。よいしょ、まずはこちらから見ていきましょう。こんな感じのシルエットになります。フィールドサハラ、こんな感じのロゴです。ちょっと派手めのロゴです。で色味こういう感じ好きなんですよね。でマイナス15度までが限界温度で、こういうね封筒型ってなかなかないですよね。マミー型のシェラフってね、どうしてもね締め付けちゃう感じがしてね、あまり好きじゃなかったんで、比較的ねゆったりサイズですよ。ここのところにもチャックがあるから全開きしてマットにもなるらしいんですよね。若干ねちょっとねシャカシャカ音って、ちょっとね素材がね、なんていうんかな、肌触りがいいですよって感じじゃないですけど、昔のこたつ布団みたいな感じ、こういうのありましたよね。河川の寝袋でね、やっぱねチャックの開け閉めってね大事だと思うんですけど、これねかなりすんなりいきますよ。開くとこんな感じです。かなり使い勝手いいですね。やばい、これで2000円はかなりお買い得だ。おこもりの時のマットにもなりますしね。これ広げたらかなりの広さになりますね。しかもふかふかやし、わこれいいな本当に。ちょっと入ってみましょうね。よいしょ、いいですね。もうゆとりがある、かなり。ちゃんとダブルジッパーにはなってるんですよね。やっぱりねむちゃくちゃね質感がいいかなって言われたらそうじゃないんですけど、でもねこのお値段でこのクオリティはやばいっすよ。チャックを閉めた状態だとね、すぐにね反射熱なのかな、なんかねなんていうんかな、断熱のさアルミシートみたいな感じで反射熱みたいな感じのね感触がある。それやからなんかシャカシャカ音が鳴るんかな。とにかくね素材なのか知らないですけど、すごくあったかいです。ポカポカしてきた。そしてこっちの方も開けていきましょう。ゼニスシリーズっていうのかな、エクストリームが 1600g マイクロプライマって書いてますね。これが人工ダウンってやつなんでしょうね。こちらも早速開けてみましょう。どちらの寝袋のね方にもねコンプレッションがついてて、グッとねコンパクトにできます。これまだまだちっちゃくなりそうです。十分コンパクトですけどね。じゃあ開けてってみましょう。なんかダウンっぽいものにしてるんでしょうね。これ提供してもらったものだから何色かわからなかったんですけど、グレーっぽい色ですね。こんな風に丸めて入れてありますね。こんな感じです。丸めたのをパランと開くと2つ折りになってて、こっちもまた2つ折りになってる感じです。ああ、これ真ん中に黒のラインが入ってる感じですね。こちらも封筒型になります。はい、フィールドサハラ同じロゴが入ってます。こっちの方はねマイナス10度だけど人工ダウンってことがあって、なんかさっきのねこっちと比べてシャカシャカの音がないです。若干質感がいいように感じますね。こちらがね今4980円ぐらいで販売してたのかな。広げた感じの大きさはほぼほぼ一緒なんで、
やっぱりね、こっちのね、右側の方の上位モデルの方がコンパクトに収まりやすいんでしょうね。こっちの方は対してちょっとごわつきがあるんでしょうね。柄も気に入ってるしね、いつもね、なんていうんですか、そんなにね、最近コンパクトキャンプにしてないんで、サイトに合わせるならこっちかな。こっちもね、入ってみましょう。これはここが色が赤なんだ。でもね、これほんとスムーズにいくんですよ。いや、僕の持ってるね、寝袋でここまでスムーズにいくやつないっすよ、どこのメーカーも。で、いい音だから待って、ほらほらほら、シャーっていくっしょ、シャーって。で、入ってみます。よし。ああ、こっちはこっちでやっぱ、ああ、いいな。いいけど、なんか、さっきの方がね、なんかポカポカ温まる感じがあった。ああ、これも暖かくなってきた。結構ね、体温をね、保持する力がね、ここのメーカー強いのかもしれない。すぐ暖かくなりますね、入ったら。というわけで、今日は室内ですが、寝袋で寝たいと思います。こちらの商品気になったらリンクを添付しておきますので、ぜひ概要欄の方を見てください。では。Thank you.